こんなに戦いにくい敵ばかりなんて。まったく、オタンコルカじゃなくても値を上げそう。またピリピリだぞ。しかしへそがまたピリピリするんだな。しかしピンチをキャッチなんだな。しかしおい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 、冗談じゃねえぞ。なんだありゃ。負けないんだから。レッサー攻撃ホール、よっさー、レッサー、レッサー、レッサー、攻撃シミュレーション。こんなのあり？ずるいじゃないのよ。なんでこっちの攻撃が効かねえんだ。それはね、この世界と彼らの世界の物理法則が違うからだよ。何？いや、また会ったね、ルカ・ミルダ君。あなたは確かレグナムで。ルカ、こいつのこと知ってるのか？誰だよお前。僕なんかのことより彼のことほっといていいの？続きが待ち遠しいみたいだけど。このままじゃあいつに勝てそうにないんだよ。そう、じゃあ少し手伝わせてもらうよ。これで彼の世界の物理法則と君たちの世界の物理法則が複合化できた。何言ってるかわけわかんないわよ。わかるように説明してよ。君たちの攻撃が効くようになったってことさ。最初からそう言えよ。でもこれだけじゃ興がないから、もう少し手伝わせてもらおうかな。3人とも気をつけて。ほら来るよ。随分と強そうだね。やったー、やった、準備決めそうだ。やったー、できたー、マジック天神賞。やったー、できたー、やったー、できたー、やったー、できたー、やったー、やったー、やったー、できたー、やったー、これくらい。やったね。え、今のは天術でしょ？あなたも転生者なの？そう、これを君たちは天術と呼んでるの。天術、悪くない名前だねでも残念ながらこれは天術でもないし
僕は転生者でもない。じゃああなた一体何者よ。僕の名はコンウェイ、コンウェイタウン。ここで君たちを待ってたんだ。待ってただ？じゃあ最初に俺たちがあいつと戦ってたの黙って見てたのかよ。さっさと助けろよ。まあまあそうとんがらないで。君たちなら手助けがなくても何とかするんじゃないかと思ってね。そもそも君たちが、僕の知ってる君たちなら今ここで死ぬべきじゃない。必ず僕をその時まで導いてくれるはずだから。はあ？お前さっきから何言ってんだよ。それに多少ピンチになってくれないと君たち僕のお願い聞いてくれないだろ。お願いですか？そう、お願い。僕も一緒に連れてってほしいんだ、君たちの旅に。転生者でもね、今初めて会ったやつとなんで一緒に旅しなきゃいけねえんだよ。ほーら来た。だから言っただろ、多少ピンチになってくれないと僕のお願いは聞いてくれないって。どういう意味よ。だからさっきの敵は僕のおかげで倒せたわけでしょ。いいかい、僕のおかげで。また似たような敵が現れたら困ると思うんだけどな。ねえ、だからお願い、僕も一緒に連れてって。そういうのはお願いじゃねえ、脅迫って言うんだよ。やれやれ、君は僕が想像してたのと違って随分沸点が低いな、スパーダ君。なんで俺の名前知ってんだよ。そんなことより、ほら門番を倒したからゲートが開くよ。え？何今の。ゲートが開いたのさ。ゲート？そう、ここは時空の歪みに近い場所。今ので一つ君たちの世界のどこかへ近道が開いたはずだよ。それどういうこと？まあおいおい話すよ、イリアさん。で、僕は一緒に行っていいってことでいいよね？僕はいいと思う。私もいいわ。分かったよ、いいよいいよ、一緒に行こうぜ。ありがとう、今後ともよろしく。